東京義塾はフランスの植民地体制下でベトナムの知識人層がベトナム社会の近代化及び啓蒙を狙いとして資金を出し合い1907年3月にハノイに設立した私立学校である。ベトナムの歴史教科書において東京義塾は教育施設として機能していた期間は非常に短いが歴史的に重要な役割を担ったものとして扱われている。 塾長、両文監艦作ユ弓オは、20世紀初頭のベトナムの民族運動には、伝統的な知識人層の権威回復の運動の側面があったことを指摘する。全植民地域において、知識人層には、国家王権と地域村落との関係を取り結ぶ潤滑油としての役割があったが、フランスが権威を確立したことにより、そのような知識人層の役割が失われた。 また、近代フランス文明が最高の価値とみなされたため、家挙という文化装置を通して、伝統的な漢文を駆使して高雅な漢詩を作る、技術が権威を失った。役割と権威を失った、知識人層により主導された20世紀初頭のベトナムの民族運動は、ベトナム王権の回復と西欧文明の摂取、彫刻の形態をとった。 王権の回復は、明治維新をモデルとした、立憲君主制の確立を目指す動きとなり、具体的には、オンでを介主とする秘密結社維新会の設立という形として現れた。西欧文明の摂取、彫刻は、東京義塾設立に先行するドンズ運動、そして東京義塾に代表される各地での学会の設立という形態をとって現れた。 19世紀末から20世紀初頭にかけてのベトナムの志士たちは中華の古典を教材に漢文を読み書きする昔ながらの学問を旧学、摂取すべき西欧文明に関わる学問を神学と呼んだ東京義塾で学ばれた実学は神学に属するドンズー運動は旧体依然とした儒教的価値観、イデオロギーを捨て去り西洋ではなく日本から 新しい思想を移入することにより、ベトナム社会を近代化することを目標とした運動である。東京義塾設立以前の1904年、ハンハエダマは勇士を募って、秘密結社維新会を設立、尊能上位により、フランスをベトナムから去らせ、立憲君主制を打ち立てることを目指した。折しも翌年、東洋の小国日本が西洋の大国ロシア帝国を破った。 ハンハイダマは、西のヨーロッパではなく東の日本へ留学、両警長による紹介を通じて、犬飼武士や大隈重信と会い、指示を取り付けるとともに、愛国心や教育の重要性を認識する。また、日本の近代化に関与した教育システムを見分し、慶応義塾から東京義塾設立の構想を得た。中部ベトナムダナンの官人の家に生まれた、ハンシュミキは、 1906年に科挙に合格し、霊部小弁となった伝統的知識順であるが、ファンボイ、チャウの植民地支配からの脱却と、国家主権の回復を最優先とする路線とは異なる、活動方針を提起した。彼は、ベトナムの自強、未開の境遇からの脱却こそが最優先であって、主権回復を急ぐべきではないと考えた。半周未起も1906年にドンズすなわち、 日本に留学し、福沢諭吉が開学した慶応義塾を参観し、深い印象を得た。半州三木半州三木と彼の支持者は、ダナンなど中部ベトナムを中心とする各地で実学教育を行う私立学校の設立を促した。東京義塾はこれにこうして、北部ベトナムで1907年3月に設立された同種の学会の一つである。東京義塾は、 有志の寄付を募って行われた事前事業であって近代の精神を学びたいものなら誰にでも無料で授業を受けさせた。東京義塾の校名に入っている義塾は慶応義塾に習って採用した。その前にある東京はベトナム語でドンキンと読み、ハノイの別名または旧名である。14世紀末に当時の陳朝が一時的に首都をハノイからタインホアに移したことがあり、 その際、旧とハノイを、東京、新とタインホアを最強と呼んだ。東京義塾の設立者らは、日本の首都、東京を連想させる公明により、日本の近代化に続こうという思いを示すため、わざわざ、ハノイの旧名を、進学を学ぶ公明に用いた。東京義塾の教育者たち東京義塾は、運営部、教育部、出版部、広報部など、部門別に分かれていた。 運営は、両文保守、現玄文営藤本博士、半春風、はじむ平らがになった。ハノイ59番通りにあった、教育部で教えた教育者としては、ハンイソン、ズオンバーチャックなどがいる。東京義塾は、諸字文化の改革に取り組んだ。東京義塾はベトナム語を書き表す、諸字体系として、国語を推奨し、教科書や新聞を、 従来の漢文に変えて、クオックグーで出版した。クオックグーは、新しい思想や、文物の表現媒体としての役割を担った。もっとも、東京義塾では、漢字の使用が単に忌避されたわけではなく、近代の新思想を学ぶため、自由、民主主義、権利といった新しい概念を表す言葉として、和製漢語が、積極的に学ばれた。東京義塾が教授した教科としては、 漢文、フランス語、国語を中心に、地理、歴史、算術、図画、科学、体育があった。歴史では、フランス革命や、ジョージ・ワシントンの生い立ちなどが学習された。教材は手作りで、当社版ずりの半灰玉の著作も使用された。半周未起は何度も講義を行い、科挙及び、それを中心とした学術体系が、時代遅れになったことを強調した。 なお、西洋の新思想は日本語から直接翻訳されたわけではなく、両慶長の日本語から近代中国語への翻訳から、ベトナム語へ重訳された。人名も漢字に一旦転写された後、ベトナムでの読みに変換されたため、ルソー、シャルルド、モンテスキュー、ボルテール、スチュアートミル、ハーバート・スペンサーが、それぞれ、L、セア、MNHCT、ク、 phclctnh, t i t ットマーン t i ターン t トンになった。東京技術の最盛期の学生数は500人から700人ほどでドンズー運動で日本に向かったベトナム人青年たちの4倍の規模であった。ベトナム社会の近代化という目的に際して学会設立運動はドンズー運動よりも圧倒的に安上がりであった。東京技術は 完全に合法の枠内で独立を目指す運動であった。フランス植民地当局も東京義塾の設立当初は生還していたが、設立から8ヶ月ほどが経った1907年11月に閉鎖を命じた。主に中部ベトナムから始まったドンツー運動は、1907年になると南部にも広がり、南部も留学生を排出するようになった。 しかし南部はまだ当局の締め付けが緩かったので、留学生の家族が留学生への手紙を受かる郵便局に投函してしまった。検閲により、インドシナでの社会改革の動きを察知したフランスは、これを潰す方針へと転換した。1907年11月に、東京義塾の閉鎖命令の少し後、1908年3月には、安南で課税に反対する反乱が発生し、 1908年6月には東京でもベトナム人兵士とアウトローが結託した陰謀事件が起きた。フランス植民地当局はこれらの事件の発生を東京義塾やドンズ運動の衝動者らの責任であると非難した。東京義塾の出版物がすべて発行禁止処分にされ、指導者の中には逮捕される者もいた。は隊はコンダオ刑務所へ刑になり、 ゲはそこで亡くなった。ありがとうございます。